どうも、タロです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ユニクロ U 購入品の中からタックワイドジャージパンツをお送りしたいと思います。ここ何年かストレッチのイージーパンツがね、すごく世の中増えてきてると思うんですけども、あからさまにイージーパンツみたいなものもあれば、スラックスにねちょっと紐がついてるようなものもあって、いろんなね種類が出てると思うんですよね。で、今日ご紹介するこちらのパンツはですね、この両方を取ったようなちょうどいいスタンスのパンツかなと思います。春夏に向けてこのパンツがあればですね、大人の人がね休みの日も楽なんだけど気を抜いて見えずに、さらにね新鮮にも感じるパンツかなと思いますね。はい、というわけで今日の動画はですね、このパンツがもう気になってる人ですとか、気になってはいるけどこうでどうやったらいいのかなとちょっと、悩んでる方、そういう方にもね何か参考になる動画となると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、早速商品の方を見ていきたいと思います。まず商品名の方がワイドフィットタックジャージパンツとなります。価格の方が3990円となっていまして、サイズの方が70から91となっています。70と88より上のサイズはですね、オンライン限定のサイズとなっています。今回僕は79というサイズを購入しました。カラーの方がダークグレーとブラウンの2色展開となっていまして、僕はねこちらのブラウンを購入してみました。これ色によってスラックスとラフなねイージーパンツぐらい印象が変わるパンツかなとは思っていまして、ダークグレーの方は結構ねスラックス寄りな綺麗めな印象で履けると思いますし、ブラウンはですね、少しね赤みのあるテラコッタかな、少し明るめなね印象で履ける茶色なのかなと思います。コーディネートのアイテム数がね減る春とか夏ではね、面白い存在感が出せそうで、僕はねそれも思ってブラウンを選びました。素材の方がナイロン 50%、 綿が 25% で、レーヨン 25% という素材となっていまして、柔らかくもテロッとしたドレープ感のあるね落ち感のある素材となっています。よく見るとね、生地のねツイールのあやめですねがしっかり出てる生地となっていまして、名前にねジャージーとあるんで、ストレッチがバリバリ効いたつるっとした素材かなと思いきやね、意外とね薄いか厚いかで言えばちょっと厚地の方に入る生地になってるかなと思います。生地の印象とねこの柔らかさのギャップがね面白い素材だなとは思いますね。特徴の方をねちょっと見ていきたいんですけども、結構ねこの深めなタックが入っていまして、それに合うようにセンタークリースが縦にねこうスッと伸びた感じで入っていますね。このベルトループ仕様と前開き仕様で、見た目はねジャージというより特徴的にはスラックスに近いかなと思います。後ろの方がこれ面白くて、バックポケットの方がですねこれ右側しかついてないんですよね。このパッチポケットっていう張りポケがついていて、ここはねちょっとカジュアルを意識したワークパンツを意識したねデザインかなとは思いますね。個人的な意見としてはこれ両方欲しかったなというところでした。こんな感じでですね、素材やデザインの中でちょっとカジュアル感も意識した面白いパンツかなとは思うので、ちょっとね履いた感じも見てみたいと思います。はい、着用してみました。僕は身長169センチの体重が60キロ弱になりまして、今サイズ79を履いてこんな感じになっています。シルエットは名前の通りなんですけども、ちょっとワイドめな太めに感じるシルエットとなっていますね。ワイドな印象をね損なわないぐらいの、テーパード感になっています。個人的にはねこのぐらいの緩いテーパードの方が普通のねバランスなんかも選ばずにねコーディネートはしやすいんで、個人的にはね好きなシルエットとなっていますね。それとですね、ここに深いこうタックが入っているので、シルエットがね前に立体感が出て、前から見ると横にね広がることもなくすっきりとした印象に見えると思います。で、股上もね結構これ深めなので、ハイウエストで入ってシルエットを出すとたるみもねなくて、割とストーンと抜けた綺麗なストレートな感じに履けますし、逆にこう腰を落としてね履く感じにすると、こういう裾にねこうたるみが出て
結構カジュアルな印象にも履けるかなとは思いますね。このパンツはですね、選ぶサイズとあとは履く腰の位置とかによってだいぶ印象を変えられるパンツかなとは思いますんで、まあ、綺麗めにね見せたい人はジャストサイズを選ぶと裾周りがねもっとすっきりと見える感じになって、まあ、よりスラックス寄りな感じで履けるのでコーディネートとか、まあ、着回しもね取り入れやすいんじゃないかなと思いますね。履き心地なんですけどジャージというだけあってね結構ストレッチは程よく効いてて動きやすいんですし、こんな感じでシワになりづらそうな素材なので普段履きとしてもかなり使い勝手がいいんじゃないかなとは思います。はい、それではですねこちらを使ったコーディネートいくつか作ってみました。特にねこのブラウンの方はねコーディネートを迷う方もいるのかなっていう感じもするので、まあ、何かね参考になれるようなコーデが作れたらなと思って作ってみましたので、ぜひですねご覧になってみてください。いってみましょう。はい、コーディネートの方いかがでしたでしょうか。こちらのねアイテム自体が色が2色しか展開がないので、特にねこのブラウンを選ぼうとしている方はですねコーディネートどうやって使おうかなとか合わせをねどういう風にしたらいいかとか迷う人多いと思うんですけども、ポイントはねスラックス見えする綺麗なシルエットだと思うんですよね。さらっとしたスラックスの雰囲気と落ち感のシルエットで綺麗なんで、まあ、襟のねついた白いワイシャツですとか硬くなりすぎずこの色でラフさを少し残して大人コーデをしてみたりですとか、まあ、夏になったら T シャツとスラックスという組み合わせだけでも結構ねシンプルながらコーディネート感が出しやすくなるのかなとは思うんですよね。このぐらいのブラウンだったら意外と合わせてみると使いやすいのと、まあ、コーディネートがねちょっとシンプルながらも楽しくなるのかなとは思いますので、ぜひね気になった方試してみるのはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画もしいいと感じていただいたら高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はですねぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それとですね、僕インスタグラムの方もやっていまして、インスタグラムの方では YouTube で載せたコーディネートはもちろんなんですけど、 YouTube で載せてないアイテムを使ったコーディネートですとかそのコーディネートの解説などをですね簡単な感じでやっていますので、もし気になる方はですねぜひこちらの方も気軽にフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。